お疲れ様です借金は悪くないってね万田銀次郎のエピソードでもルル学べるわけですけどもそもそも資本主義経済ってのは何でねお金がまあ市住に出回るのか私たちのマーケットに出回るのかっていうとこれね一つの真実として誰かが借金をする時以外お金が生まれ,そう生まれないそうなんですよ。まあ、例えば銀行に融資をお願いに行きますよね。 ま、銀行ってのは、じゃあ、あなたの事業に3000万出しますねって言った時に、あの、多くの人から集めた預金の中から3000万円を入って渡すわけじゃないんですよね。ただ、通帳に3000万って書き込むだけなんですよ。これをまだ万年筆マネーっていうらしいですけどね。最近はキーボードを打つんで、ストロークマネー。コストはほとんどかかんないんですよね。現金を調達してくる必要もなくって、あなた3000万貸したからねっていうことによって、 その債務者ってのは3,000万を借りることができて現金を3,000万円手にすることができるんですよで片方では3000万を貸した方がいます貸した方は別に3,000万が減るわけじゃなくてこの人から3,000万回収できるよっていうふうな権利を得てるわけなんですよそこに利息も乗っかるつまり3,000万円が返済し終わった後っていうのはあの銀行に利益が残るっていう形なんですよね じゃあその利益はどっから来るかっていうとお金を借りた人が3000万円を作った上にさらに支払うべき利息ってものをね乗っけて世の中から集めてくるんですよじゃあ世の中から集めたお金そのお金はどっから来るかっていうとそれは他の人の借金なんですよねその借金が時を超えて別の人に付け回されて、えー、5年先10年先の借金としてどん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 ね借り換えが行われているのが 資本主義の原則で経済成長するとか GDP が増えるってことは世の中にこう暮らしてる人のトータルでの借金の額がどん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 増えてる状態と言えるわけなんですよねだから経済成長するってことはその裏で借金をしている人や借金をしているものが多くなるってことなんですよだからどんどん経済が回るとクレジットっていう世の中ですよねアメリカ経済っていうのはそれを軸にして成長してきて 時にはデフォルトってのが起きるわけですよ。つまりは借金が返せない人が出てくるとそうなった場合はあの国が肩代わりしたりとかね借金を棒引きにしたりとかしてあのお金を借りまくった人が借金がチャラになるみたいなことがねそういう制度があるんですよそうなるとお金を借りたもん勝ちになるとでもお金を借りた人って何かにお金を使うつまり消費をバンバン回すわけですよねそれが経済成長らしいんですよ借りたもん勝ちというね そういいったたところがあるみたいですねもちろん個人では限られている人生の中で全部を返すってことが前提ですからこの人生涯のうちに返せる見込みがないなと思ったら借りれる限界が来ちゃうんですよね、うん、でも国っていうのは基本的に永遠に続くという前提で運営されてますから国はいくらでででも借金ができるんですよ場合によってはある特定の個人や企業の借金を肩代わりしてで結局う国の借金をね 国債ってものを膨らまし続けるってことができますますあなんせねアメリカにしても日本にしてもお金が足りなければ自分の国の通貨を自分で作るだけなんで、えー、まあ倒産がありえないんですよね、まあ、羨ましい立場ですだから借金は世の中を救ってるってことですよねお金を借りてそのお金を使うことによって誰かの所得が上がるわけですから任とも関ともですねじゃあいってらっしゃい